はい、どうも、サオでございます。ですね、今回は簡単なね、熟練度の上げ方でございます。まあ、簡単って言っても、ナイトメアを使った方法もあるんですが、まあ、こちらは、ですね、消費 AP も少なく簡単に上げられる方法になっております。でですね、いつも、ちゃんと編集してると思うんですが、今、終電に間に合わなそうなので、まあ、このまま、ノー編集で出したいと思うので、できる限り、ちゃんと説明します。カットとかも持ちにないので、ちょっと申し訳ないです。下ってたら。で、まずほんと、ですね、熟練度は、SP でね、SP 消費で、得ることができます。SP 消費っていうのは、まあ、スキルを使うことですね。武器を選択して。で、っていうことは、一つのバトルで、SP をいっぱい使えばいいということで、装備をですね、攻撃しない装備にします。こちらですね。攻撃しない装備。攻撃しない装備と、3個だけ敵撃破用にね、スムーズに撃破するために。何回もね、やってると、SP がね、200しかないので、200下回った時に、非常に時間がかかってしまうので、まあ、まあ、なくなったらさっさと抜けるようにね、マグも装備しております。でですね、まあ、クレリック、ソーサラー、ミソレルあたりに、魔書と楽器と、杖をね、多めに入れて、で、3つぐらいこのね、マグをね、挟むと。っていう設定にしてください。装備をね。で、まず、こちら、キャラの準備はこちらで終了でございます。で、次がね、結構ね、大掛かりなね、準備が必要なんですけれども、フレンド。フレンドでね、自分で4アカウントをね、作るっていう、これ全部ね、僕のアカウントでございます。で、これ共闘設定ですね、ここ。共闘設定から選択したフレンドのみと同行って設定して、で、自分が作ったクソ雑魚アカウントですね。まあ、見ていただけたらわかると思うんですけど、まあ、全部ランク111で、装備がね、何ついてるかわかるんですけど、ここ、属性のとこ見ると、全部1個しかついてないです。これは1個しか武器使わせないで、自分が多く立ち回るためです。装備をね、いっぱいね、つけちゃうと、敵を撃破されてしまうので、時間稼ぎ用に1つしかつけてません。で、まあ、サブアカウントは、まあ他の端末なり、身内同士でみんな1つ分担して、全員に申請するっていうのでいいですね。で、同行フレンドの選択は、相互フレンドじゃないとできませんので、こちらから、相互フレンド、クソ雑魚アカウントから申請を出して、自分は、フォロワーリストから、申請を許可してください。ここでね、登録とかあるんで、自分たちのアカウント、クソ雑魚アカウントとフレンドになってください。で、クソ雑魚アカウントはその後消しちゃって大丈夫なんで、はい。フォローを送る前に消しちゃダメですよ。で、相互フォローになりましたら、共闘設定で、ちょっと、重いですね。ごめんなさい。ここから、自分のアカウントたちのみと、4人。4つ設定くださいね。4つ設定しないと他のフレンド入ってくるんで。4つ設定しましたら、どこでもいいので、ストーリーだよ。ストーリー行きたいんだけどな。ストーリーの、ここですね。どこでもいいので、一番上。ここはどこ？ AP 消費が少ないところで、デバフとバフをね、使いまくります。クソ雑魚アカウントは攻撃してますが、1とかしか食らわないので、まあ、自分がね、マグを使わない限り次のステージにあんまり行かないですね。それではね、やっていきましょう。まあ、立ち回りもクソもないです、これ。デバフを使いまくる。バフを使いまくる。回復を使いまくる。これの目的はね、最初話した通り、SP を消費することで熟練度を得ることです。これでね、敵にはダメージを与えないで、永遠とバフを使って、熟練度を上げることができます。ガンガン。で、AP、SP がなくなってきたら、このマグでね、ここ抜けてください。次のとこに行こうぜいって感じで。で、ガンガン使うだけ。もうこれでおしまいなんですね。で、ジョブポイントはね、1回にね、まあ、500ぐらいはね、最低でも溜まりますね。これ適当にやってても。まあ、これで入ってんのって思う方いると思うんですけど、本当に入ってるんで。いい感じに SP もガンガン使えますからね、ここで。低 AP で。でね、AP、SP じゃねえや。熟練度は、全員のキャラクターで一緒なので、どのキャラ使っても大丈夫です。
で、前言ったんですけど、共通はキャラにかかるみたいなこと言ったんですけど、まあ、共通って全てのキャラ、全ジョブにかかってるので、全てのキャラをね、こういう風に、熟練度を上げてね、育てないと、いい感じに育っていかないですね。だ武器の方も、今は重点的に上げるよりも、平均的にレベルを上げた方が戦闘力が上がりますね。ね、ボスでね、面倒くさくなってきたら、まあまあまあ、これで最後、この左の SS でとどめさせばちょうどいいぐらいですね。で、さっきね、ジョブポイントが3300ぐらいありました。なんで多分、3600ぐらい、3500。今回ちょっと手抜いてるんで、もうちょいじっくりやれば、じっくり稼げますよ。これずっと SP 回復するの待ってーってやれば。はい。まあ、ちょっと今コンピューターが倒しちゃいましたね。はい。じゃあジョブポイント見て終わりましょうか。まあ、この方法使えば、まあ、一人でもね、比較的簡単にできますね。共闘で5人全員でデバフ使うっていうのもできるんですけど、ちょっと今、通信も不安定なので、こちらの方法のがおすすめでございます。それでは、ジョブポイントを見ていきましょう。増えてれば成功してるんですよ。まあ、増えてますね。600近く増えてますね、1回で。これめちゃくちゃ美味しいです。はい、皆さんはね、わかんなかったらコメントやツイッターで聞いてください。はい、この方法は非常に便利なのでね、活用していただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。